ドイツ式赤道儀赤道儀式課題とは、極軸イコール設計軸と、それに直行した赤軸の二軸で構成された課題である。天体の日周運動を追尾するための回転軸を持った天体望遠鏡の課題。天体望遠鏡専用の課題であり、フィールドスコープには用いない。極軸は水平に対して観測値の緯度と等しい角度に傾け、 地球の自転軸と平行に据え付け、極軸を星の運動と同族の23時間56分に4秒、週で回転させると星の日周運動を打ち消すことができ、長時間の観測や写真撮影を楽にできる。特に天体写真の撮影は赤道儀なしではほとんど不可能に近い。極軸の目盛りは一周24時間の目盛りが刻まれている場合が多い。 自覚メモリと設計メモリがあり、北半球で望遠鏡を西に回した時に数字が増えるなら自覚メモリ、減るなら設計メモリである。両方刻んだ製品もある。極軸はウォームギアで全周微動になっている。極軸の回転には微動ハンドルを手動で行う場合のほか、重りと振り子による運転時計やモータードライブを使用する場合もある。 両軸ともモーターを取り付け、コンピューターにより設計席位を指定することにより、目標天体を比較的簡単に導入できる装置も販売されている。赤位軸は極軸と直角である必要があるが、小型望遠鏡で誤差があってもそれほど大きな問題にはならない。据え付け式の大型赤道儀では、天の北極近辺の観測に支障が出る。赤位軸はウォームギアで、 全周微動になっている場合とスプリング式で部分微動にとどまる製品がある。観測前に黒軸を北半球の場合点の局へ向けて据え付ける必要がある。主に以下のような種類がある。ドイツ式赤道儀小型の望遠鏡で赤道儀式課題を使う場合ほとんどこれである。イギリス式赤道儀ドイツ式の極軸方向を延長して2点で極軸を支える方式である。 フォーク式赤道儀 U 字型のアームの間に共闘を取り付け U 字アームが国方向に回転する方式共闘が短い望遠鏡に適する最近の 50cm クラス公共点問題のほとんどはフォーク式赤道儀であるまた一般的なフォーク式では共闘を左右両側で指示するが片側のアームを省略し一箇所で指示する型持ちフォーク式も存在し 軽量な共闘の望遠鏡に用いられることがある。フォーク式の有事を極方向に延長し、極軸を2点で支持する方式である。大型となり設置スペースを要するため、小型望遠鏡では使われない。また極方向とその周辺は観測できない。馬帝式赤道儀ホース収式とも言う。ダブルヨーク式の極付近の四角をなくすよう工夫された形式である。 パロマーテン問題200インチ望遠鏡がこの形式を採用した。ナスミス式望遠鏡、クーデ式望遠鏡など望遠鏡の自軸に光線を導いて観測する形式の望遠鏡に使われる。ありがとうございます。